Thank you.
といけるはずや。カモン、
ありがとうございます、5回目の開催できて、5回目を開催できてめっちゃ嬉しいです。こういうパーティーがしたかったんやなって今めっちゃ改めて思いました。ありがとうございます。オットサファリっていうのはこう奇妙なっていう意味と、サファリって何やろう、動物園かな、まあ奇妙な動物たちの何かみたいな、そういう意味なんですけど、なんかやっぱりこうノンジャンルでそれぞれのねこう道を進んでる人たちを集めてごちゃ混ぜにしたような最高のパーティーがしたかったんで、今日本当にそれが叶ったと思います。ありがとうございます。より奇妙でごちゃ混ぜにしたいんですけども、2人っていう曲を去年リリースして、いないと思うんですけど、もしかしてそのアユニディのパートを歌えるよっていう女子いますか？おる。あ、女子、かわいい女子おる。その、ま、2人いきましょうか。ほんなら2人で順番号でもいいですか？行こう、歌おう。じゃあね、なんか YouTube で海外のバンドのなんかね、リップビズキットとかグリーンデーとか見てたら、こうやって上げるんですよ。上げてギター弾かしたりとかするんで、あ、それは今はいいや。なんかね、そういうのやってみたいなと思って。あ、上がってちょっとほんまに1番と2番分けて、じゃあせっかくやからね、一緒に歌えたらと思って。でも、いっぱい歌える人おってよかった。ありがとう。ちょっとだけギター下げました。ご当地にですね、ツアーで一緒に歌ってくれたなど、ありがとうございます。せっかくなんで一緒に歌いましょう。2人だけじゃなくても客席でも一緒に歌ってくれてもいいし、1番2番どっちでもいいし、2人で歌ってもいいし。2番歌います。 OKOK聞かない。
自分を愛する歌歌います。 I'm After all I decided to love myself This torsion and I even have that cannot be escaped After this pain I'm the only one who can open up I've been choosingためでは見えないとこぼやかしても気づかないで恋でも進めないペダルを回してつくり手になってるいつか想像止めるなんて無駄な無しさ堂々めぐり考える変な声も廃れた街も思い通りにならないことも不気味できるすべがあるすべからく
一人ゲストを MC でしょうか。トランペットドーマル from 大阪です。
お酒飲んでますか？車の人ソフトドリンク飲んでますか？あ、少ない。いいのよ、なんでも。俺らほんまに昨日まで、なんか万全のはずやねんけど、やっぱ不安になったりもするんすけど、今はもうとにかく楽しんで帰ってほしいっていう、それだけです。僕ら終わって DJ やって、最後の元の最後の最後までやるまで、みんな必ずもうほんまにうーって楽しんで帰ってほしいです。それだけよろしく。あと写真とか全然動画とか撮って大丈夫です。僕ら SNS も上げ放題です。はい、みんなマジで余すことなく音様に楽しんで帰ってください。よろしく。残り2曲です。Oh,
アンコーラでございます。さっき言ったようにオッドサファリっていうのはこういうなんか全然ね、ノンジャンルでね、漫才も出るし音楽のジャンルもいろいろあるけど、こうやっぱり一番こう何を大事にしてるかっていうのは、やっぱこういろんなこの出演者がそれぞれのこの道をずっとね、自分たちしかできへんような音楽やってたり漫才やってたり、そういう出店やったりっていう人だけを呼んでずっとパーティーしてるつもりで、それは本当に大事にしてるんで、今日本当にそれがいいパーティーになったと思うんで、本当にありがとうございます。こう結構僕らも長いことバンドやってて、なんていうやろ、こうね、ずっと好きなことを曲げずにこうやり続けるっていうのはすごい難しいなと思うんですけども、なんかこう今日出たみんなもすごいずっとそれを続けてるし、すごい勇気もらうし、こうやってみんなが来てくれて、僕らもねすごい負けへんぞっていう気持ちになったし、大阪に僕たちがずっといて、これからも最高を更新し続けるんで、どうぞよろしくお願いします。ほんでそのさっきの本体めちゃくちゃ良かったと思うんですけど、今年もバブリーラブリーサファリといってね、ラグジュアリーで保温が入ってかっこいい東京と大阪のライブ開催します。9月3日サンタマリア号船の上でやります。9月8日コットンクラブでやります。こういう感じで僕らは足を止めずにずっと最高をねやっていくつもりなんで、安心してついてきてください。ありがとうございました。じゃあ2曲だけ歌って帰ります。僕とあなたたちの歌だと思って歌います。
が泣いたくらみ黒い先生経験苦痛をブルースにしたなら俺は吹き極まれない道と一歩行ってきた恥ずかしくもない何がしたいか分からへんから言うて離脱した抜け殻みたいあれこれすべてで出しすぎてスープライナルの前にあんたにダリ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 と濡らしていく何かの前なる距離はまだ弱じゃない顔見せてるところ何かできる気がしてるし限界決めるぞゆっくり返す写真撮ろうかなと思っていいですかでも出演者の人おる人でいいや楽しかったですねありがとうございましたほんまに写れる人は一緒に写ってくださいサファリな人来たなあサファリあ一人だけですかえ時間やばい行けますかほんならあとケンジからのリクエストあったんで1曲だけやってる間にちょっとケンジ他の出演者集めといてもらっていいじゃん
写真撮るように集め撮ってもらっていい？ケンジ君がね、ちょっと一曲だけやってくれって言うんで、それだけやって、ほんまのほんまに終わりだと思います。9月3日サンタマリア号と9月8日コットンクラブ遊びに来てください。お願いします。写真撮る人集めちゃってな。写真撮りましょう。